こんにちは、ザツです、今大阪はフェリーターミナルの駅にいます、これからですね、九州へ、向かいます。須田、ということで、今回は福岡へ出張のためにですね、太陽フェリーの方へ乗ってきます。まあ、高いということなんですけども、今回はファースト A というお部屋を取ってます。ということでファースト A が、追加料金なしでこの前と一緒、16,400円ということで、格安ですね。ということで、向かいます。もう正面船が見えますね。大きいです。ということで今18時4分なんですけど、ちょっと早すぎたみたいですね。まだ開いてませんでした。ということで今回も2便ということで、ファースト B とどう違うのか、楽しみにしてます。それではちょっと休憩します。すいません、検温だけお願いします。乗船手続きがお済みの、はい、団体にご乗船のお客様につきましては、当ターミナルにご乗船手続きがお済みの徒歩、団体にご乗船のお客様につきましては、当ターミナル2階より歩道橋ご通行の上、一番乗船口へお進み、ご乗船のそれでは呼ばれましたので向かおうかと思います。ただいま大阪南港19時50分発北九州新御所港行きの乗船改札を行っております。ご乗船手続きがお済み、はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。あそこ左行ってくださいね。はい、オレンジフェリーももう段取りしてますね。確か10時出港だったと思いますが、早いです。A の208、208ですね、はい、ありがとうございます。どうぞ、お邪魔されてください。はい、どうも、ありがとうございました。2階、はい、上がっていただいて、はい、ファースト A です。はい、到着しました。はい、それではお部屋の紹介の方したいと思います。まずですね、あのベッドが2つ並んでるんですけども、実はフルマン式ベッドということで、引き出し式になってます。それで3人が寝れるようになってます。ちょっと変わってますよね。まあフェリーだと結構当たり前なのかな。でテレビがついてまして、でこちらのベッドには浴衣もついてます。今日はこちらで寝ようかな。で頭の方の、照明もついてまして、100ボルトの電気もあります。ここのとこがなんかさすがフェリーという感じがしますね。
と対比の説明とかしますね。で、救命胴衣があると。これお部屋の感じだけで言うとステート B じゃないや、ファースト B の方がちょっと広い感じしますね。ファースト B でも良かったかな。で、空調はエアコンが独立式のやつがついてます。で、こちらなんとトイレがついてまして、トイレと、洗面がついてます。ここのとこはちょっといいですね。で、シャワー付きのトイレということで洗浄済み。シャワーはついてないのでトイレだけです。あと、歯ブラシと、タオルの方がついてます。ハンドソープと。これは便利ですね。あと電源があったりします。ここのとこがなんか昔ながらの感じしますね。さすがです。そしてファースト B、 じゃあファースト A なんですけど、こちらも窓がついてまして、窓で正面にはオレンジフェリーがいるという感じになってます。で、まあファースト B に比べるとちょっと窓がちっちゃいような感じがしますね。こんなもんなんかな。まあどうせ海なんで開けてから航海を楽しむってのも面白いかもわからんですね。トイレが別に問題なければファースト B の方がちょっとお部屋の感じが広い感じがします。ちなみにこれ引き出せんのかな。操作は乗務員が行いますと。そういうことで触んないでくださいということですね。昔の583系もなんか勝手に下ろして怒られたという話はよく聞きますね。それで、こちらもリセッシュがついてます。で、3人部屋なんで、3個ずつあります。音もですね、調整ができます。で、お茶、今回は、2人用仕様だということで、まあ4本ですね、ありまして、まあ私1人なんで、4回飲めるよという形になりますね。で、ポットもついてまして、こちらは明かりがつくことができますと。ここで仕事できますね。今日ここで仕事しようかな。まあちょっとやることあるんで。で、船内禁煙のお願いと。いうことで、火災が発生したと。2015年、あらら、乗務員1名が死亡する事故、それはダメですね。絶対ダメですよ。で、椅子がついてて、ちょっと座ってみましょうか。あ、これなかなか座り心地いいですね。これはいいですよ。で、ハンライト、これはこの前と同じやつですかね。コーロで、今回は2便ということなんで、19時50分から、朝の8時半まで、12時間40分の航海になります。これは潮の満ち引き関係ないですからね、瀬戸内海は。それで営業時間、今回は大阪南港からなので2便ということで、まあ24時までお風呂入れますよ。朝の6時から入港10分前まで入れますよというところですね。レストランは19時から。あと20分もしたら、始まりますかね。もうちょっと早いか、今。今の時間が18時42分。7時50分からなんで、出港。7時50分出港ですから、出港前からレストラン開いてるんですね。早いですね。で、大阪港発ですので、9時5分には明石海峡橋で、あと0時30分と2時50分、これ見れるかな、ちょっと微妙ですね。ちょっと明日も仕事なんで寝てるかも分かりませんね。ここのとこはまたちょっと時間を見て。で、これ実はですね、 Wi-Fi があるんですよ。ただ、3回だけだったと思います。で、30分間3回使えますようだったと思うんで、また乗った際は、結構スピードは速かったと思います。まあまあ、不便はしませんでした。
ということで、お風呂に入ってこようかな。で、湯冷ましで、出港を見て、で、ご飯を食べようと思いますんで、という流れで、この前と同じですね。ということで、よろしくお願いします。あ、位置情報載ってますね、Wi-Fi の。なかなか、速力とかも出るんですよ、これ。面白いですね。で、救命胴衣が、3個。おぉ、ちゃんとしてる。すごいわ。という状態です。ということで、お風呂に入ります。それでは。シャンプーとリンスとコンディショナーがあります。備え付けのドライヤーがちゃんとあります。はい、ということで、今19時41分ですね、もう出港の時間になります。ということで、出港を見届けてから、ご飯にしようと思いますんで、それでは、外へ向かいます。頭から多分突っ込んでると思うんで、両舷更新から行くはずです。ということで、意外とあったかいですね。もうエンジンついてます。大阪の港の夜また違いますね。九州と都会です。ボーディングブリッジが切り離されました。まもなく
動き始めました。これは何回体験しても特別な感じですね。この大きなものが動き出すのがすごく不思議な感じがします。それでは出航したのでご飯に向かおうと思います。バイキングは1600円で、朝夕のセットが2150円だろう。朝夕のセットやって、はい、お願いします。2150円になります。料理とらえさえマスク手袋の着用をお願いいたします。重席となっております。こちらへ先にお好きな席をお取りください。ごゆっくりどうぞ。
夜お腹が空いても大丈夫ですね。カップ麺もあります。ジュースがですね、安いってか普通の値段なんですよ。37分なので、あと20分ぐらいしたら外出てみましょうか。はい、戻ってきました。それではちょっとお休みします。で9時5分に明石海峡大橋を通過すると言いますんで、まあ、9時ぐらいになったら外行ってみましょうか。それでは、はい、それでは8時51分になりました。もうそろそろ明石海峡大橋通過ということで、放送がありまして、まあ、イベントごとなんで今から、行ってみようかと思います。それでは向かいます。今ですね、もう10時を、過ぎまして、だいたい
もうそろそろ岡山県に入りそうなとこですかね、まで差し掛かりました。もうそろそろ寝たいと思います。明日も朝早いん で明日朝6時、40分ぐらいから朝ごはんということなん で、まあ6時ぐらいに起きて、朝ごはんを食べようと思います。残念ながら明日天気悪そうなんですけど、まあ、早起きしてゆっくりしたいと思います。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。今7時15分ですね。で、もう朝の、朝食の方が始まっているそうなんで、ご飯食べに行きたいと思います。残念ながら外は曇りなんですけど、雨は降ってないみたいですね。それでは向かいます。
宇部の山でしょうか、なんか見えますね。やっぱ宇部に近づくとタンカーがいっぱいいます。さすが工業地帯ですね。お、結構近くまで。宇部はあのコンクリートとかで作る宇部セメントですが有名ですね。石灰なんかも取り寄せて採取していると。一列に並んで航行するんですね。すごい観艦式みたいですよ。面白い。ほら、その間をくぐり抜けていくような感じで操船してますね。単重心で行かないと多分ぶつかってしまうからなんでしょうね。縦横無尽に道がないんで、船って V が所々にあるんで、それを目印にして右側通行左側通行になってんでしょうか。すごい綺麗な単中心になってますね。上に上がってみましょう。天気は残念ながら曇りなんですけども、風がものすごく気持ちいいです。気温も思ったよりそんな低くないですね。多分5度6度あるんじゃないでしょうか。0度1度って書いてあったんでちょっとドキドキしてたんですけど、結構海の水って、海の風って暖かいですよ。太平洋と違ってこんだけ船があると見てて楽しいですね。タンカーですけど、もう1便の方は先に先着しているはずなんで、到着する新門司港は1便がいるはずです。もうなんかフェリーらしき艦影じゃない、船影が見えるぞ。あれは何だろう。新門司港近いはずなんで、それか国東半島から北九州に行く船ですかね。何か大きめのフェリーのようなものが見えます。ということで風切り音すごいと思うんで部屋に戻ろうかと思います。ただあと1時間ないんですね。多分30分ぐらいで港に着くと思いますんで、それまでゆっくりしたいと思います。そしたら仕事です。それでは向かいます。はい、戻ってきました。今7時45分で、左側に、あ、そうなんだ、これは北九州空港ですね、がかなり近いと。でもうあと30分もしないうちに、15分ぐらいで港に着きそうですね。ちょっとずつ用意して、若干仕事をしながら、対戦の用意したいと思います。もう出たらすぐバスに乗って小倉に行かなきゃなんで、それではちょっとだけゆっくりします。はい、今ですね8時9分で、もう、船が新門司港の方に、到着しそうです。せっかくなんであの雪原の方見たいと思いますんで外出ます。でもあのあれですね、対戦の準備の、アナウンスされてますんで、すぐ着くと思います。それでは行きます。宇部に着くんか。
ーが2隻ともついてますね。あれはオーシャン東急フェリー、4隻あるうちの何だろう、3隻並んでます。すごいです。朝の風ってめっちゃ気持ちがいいですね。やっぱりまだ3月なんですけど、あ、まだ2月か、2月なんですけど、だいぶ暖かくなってきました。一気に目が覚める感じだし、湿気があってですね、すごく気持ちがいいです。喉にも優しい感じですね。これは鳥かじを取ってますんで、右舷にそのまま頭から突っ込む感じですね。1便が停泊してないぞ。なんでだ。どこにいるんだ。え。部屋なんですけど、なんつってもトイレがついてたのが良かったですね。お部屋はファースト B の方がちょっと広くてゆっくりできるんですけども、まあどちらがいいかというのは人によると思います。トイレが近い人はファースト B ですし、別にトイレなんかいいよという人はファースト A の方が、あ、逆か、ファースト A の方がトイレが近い人が専用ですね。私なんかは別にトイレ、別にそんな近くないんで、ファースト B の方が、いいと思いました。広いんでね、和室もついてますし、正座してお茶を飲むこともできます。ということで節減します。もうちょっと節減早いな。雪原の方が完了して、ボーディングブリッジがかけられてます。ということでちょっとお部屋に戻って、対戦の準備したいと思います。はい、お部屋へ戻ってまいりました。もうですね、あと6分ぐらいしたら、対戦の時間になります。ということで一日楽しめました。先ほど言った通りなんですけども、やっぱりトイレがついているのが良かったかなと。でお部屋の広さはファースト B の方が広いんで、トイレに自信がある人はファースト B の方を選んだ方がいいと思います。まあゆっくりしてますんでね、ベッドが、3つ並べられるだけの広さがあります。で和室もあって、でこちらの方は机とかあって、仕事するには便利だと思います。
で、私別にトイレ大丈夫なんで、まあ仕事できたのは良かったんで、まあどちらもどちらかなと、どちらかというとファースト B の方がちょっと好きかなと、まあ遊ぶんだったらファースト B が楽かなと思いますんで、では対戦の準備、して、放送があったら対戦したいと思います。それでは、本日はご視聴ありがとうございました。もしですね少しでも良いと思っていただけましたら、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。励みになります。それでは行きます。それでは対戦します。ご乗車ありがとうございました。